三千度へようこそ。両手での首絞めに対しての応じ技をお送りしたいと思います。前回にも同じようなことをやったんですけども、前回は肩甲骨とかそういうのを使ってやったんですけど、今回はより三千度を使ってやっていきます。 Maybe you might be better now. Yeah. まあいつもの通りなぜかできないので、まあどうしたらできないのか解明するのにちょうど都合がいいと思います。Let me see this. 基本的にはこれは天地投げの延長でやったんですけども、そう、いや、同じなんですよね。まあいつものように丹田から波を返してるだけなんです。まあ腕がどういう風になったか、内側に入ったのかなんか気にしてるんですけども、基本的には腕がどっちだろうがあんまり関係なくて、接触してればとにかく良くて、でああやって腕に対して押し付けたり、上げたりってこじったりとかしてても全然うまくいきません。だからもうその辺は無視して、ただ単に接触点としてだけ扱って、で基本的に丹田から波を送ってやって、波を受けて波を送ってやれば、ああいうふうに倒れます。そう、そう、どうも手がどういうふうになったか気になるようですよね。まあ、基本的には手がどうなのかあんまり関係なくて、ここで接触を感じて、接触をそのままお腹に引き込んで、それをクランクシャフトで返してやって、それで相手の丹田へ波を送ってやればいいです。どうしても腕で対応したいです。だから全部相手の力を感じて、それを中に引き入れて、それから返してやればいいだよ。そうするとうまくいきました。 okay. やっと感覚はつかめ出したようですよね。 So now you know, you make it to one hand and で、no, I mean, 今度は片手だけでやってみろって言ってます。 No, 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 you just try to do both hands and so just で片手だけっていうのは、要は両手に接触せずに片手だけ接触してあれって言ってるんですね。どっちでも同じなんだけどって言って言ってます。まあやっぱり同じようにうまくいってますね。腰をちゃんとしてて、でちゃんと吸収してやればちゃんとうまくいきますねって言ってますね。手だけでやってたんで、今度は返し技してみました。ちょっと力みすぎてるからダメだよって指摘してます。 No, you just try to push down. No, you just try to push. Yeah, do it to me.So if you just try to push down, you know, it hurts, right? You know. 片手だけでこうやって押さえつけても痛いだけで相手倒れないでしょうって言って、で再現してます。だからいつもの通り相手とつながって、第一の波でつながって、それまた引き戻して、でその次に倒す波を送ればいいんだよって言ってます。でちゃんとつながってやれば別に指一本でも倒せますよっていうのを言ってます。あ、腕が力んでますよって言ってます。体が沈んでるよって言ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。コメントもぜひ投稿していただければ嬉しいです。